器屋さん。もしかして、おじさんってなんだ、お前、おじさんってもしかして男前。あっ、べっぴんべっぴんじゃない、じゃない男前。あっ、うんちがね、毎日出ない人もいるのよ。便秘って、そのうんちがいっぱい体に、便秘ってか、あのね、それでね、お腹に便秘ってね、うん、あのね、かわいいってことだよ。嘘だ、うんち溜まった人かわいいか。違う、黙ってたよ。黙ってるんだよ。黙らないな。便秘ってのはうんちで溜まるから便秘って言うじゃない、あんた。違うの。え、でだから1週間うんちなかったらお腹パンパンに腫れちゃうじゃない。2週間うんちなかったら顔もパンパンに腫れちゃうんだよ。でべっぴんって言うんだよ。べっぴんじゃない、バカつき。あんたべっぴん、もしかして、また、そういう男前。もしかして、べっぴん、あんたべっぴか。あの人がべっぴん、あのね、じじいさんがべっぴんだよ。じじいさんってどこにいるの。こっち。鬼小屋なんないの。男前なんて言うんじゃない、先生に。じじいさんいないの。早し男前さん。早し、おっぱいんだっぴん。おっぱいぼよよ、早し男前さん。なあ、石田、もっと悪いこと教えてやるか。ねえ、使っちゃダメだぞ。林、林おじさん、林お腹お父さん言っちゃダメだぞ。林怒られるから。林男前じじいさん。二枚目。二枚目。向こうに言うなら向こう見て、向こう見て。二枚目。あら。二枚目。言うんじゃないって言ったじゃん、二枚目って先生に。うるさいな、まだ。うるさいって言ってんの。うるさい。二枚目。うるさい、まだ。二枚目。先生に言うなってな。園長先生に言うとコール怒っちゃうぞ、まだいいな。園長先生に二枚目って言ってみな。お前ら何やってんだ。わーって怒って先生がうわーって追っかけてくるから。知らないかな。二枚目っていうのはね、顔が一枚取れちゃう。ベロッ。それでお化けみたいな顔してる人のことを2枚目って言うのよ。見るだけでも気持ち悪いから2枚目って言うんだよ。覚えておけ。男前っていうのは顔が前と後ろと反対についてるのよ。後ろが前についてるのよ、こう。で、前が後ろについてるわけよ。そういうのを男前っていうわけよ。わかった？で、別品は？うんちがいっぱい溜まった人のことを別品って言うんだよ、まあ。別品。うるせえっちゃらば先生に、もうそういうこと言ったらもう次のはもっと悪いことを教えてやらんぞ。期待がビビバーバージ、そんなの悪い言葉じゃない、ジジババなんてやのに普通の言葉だもん。ベッピー、おばあさん、超速の2枚目、ベッピー、超速の2枚目、超速の2枚目、超速の2枚目、超速、超速、超速、ウォークに言うな。分かってるから、向こう見て言えよ、まだ。いいな。お父さん。ほら、お父さん来てかないか。